V.E. シアターサポーテッドバイ109シネマズは、秋田県秋田市東通り中町の、秋田拠点センターアルベ2階にある映画館。ここでは、前身である、パンテオンシネマズ秋田、駅の映画館、秋田シアター、ルミエール秋田についても述べる。水野春をプロデュースにより、水野の個人事務所、M、M&T ピクチャーズが主体となって、秋田市南通り亀の町で、 秋田パンテオンや秋田有楽座を経営していた工業会社第一商事と提携して秋田駅周辺地区新都市拠点整備事業によって建設された秋田拠点センターアルベの2階にパンテオンシネマズ秋田の名称で2004年7月16日に開館。その後、2004年後半から西田和明の病気療養を理由に M&T ピクチャーズに出資していた。 ラスカルピクチャーズが運営に当たっていたが、2005年10月に、再び、M、M&T ピクチャーズに運営が戻る。しかし、テナント料の問題として、民事訴訟に発展し、同年11月16日、東京地裁は、水野らに、明け渡しとテナント料4200万円の支払いを、命じる判決を下した。判決に先立って10月から、パンテオンシネマズ秋田も、 突然の休業に入り、事実上の撤退をした。後継テナントとして、民間棟部分のビルオーナーの秋田新都心ビルの作業が難航したことから、民間棟のテナント会有志が、黒沢久夫の事務所に直接掛け合って交渉するなど、後継探しが一時2分したが、最終的に、テナント有志側が2006年8月5日から9月15日までの期間限定で、駅の映画館、 秋田シアターとして暫定営業という形で映画館を再開。二つのスクリーンでの限定公開だったものの、採算ラインを上回ったため、9月16日以降も採算ラインを割らなければ続けるということとなった。同年11月、岩手県盛岡市で名劇、ルミエール、ピカデリーなど五館の映画館を展開する岩手県盛岡市の南部工業が運営に名乗りを上げた。 同社は、秋田シアターの名称で、2006年11月18日から営業を開始し、本格的に復活。2007年4月25日、テナント契約更新を機に、ルミエール秋田と解消。しかし、2020年5月18日、民間棟を管理、運営する、秋田新都心ビルとの契約が満了するため、閉館した。以降は、 秋田ケーブルテレビと秋田新都心ビルが設立した合弁会社、秋田シネマエンターテイメントが不定期に映画を上映していたが、同年12月25日に同社が ALVE シアターとして再び開館。5つあるスクリーンのうち3つのみ使用し、運営と編成は109シネマズを展開する東急レクリエーションがサポート。 残りのスクリーンは2021年3月9日に、開演性サテライトシェアオフィスとして、改装の上、アトリエ ALVE として改良し、これを機に、現在の施設名である ALVE シアターサポーテッドバイ109シネマズと、解消された。2021年8月現在のもの、パンテオンシネマズ秋田に関する、カテゴリー、ルミエール秋田に関するカテゴリー。ありがとうございます。